え、続いて、頭の中でイメージを鮮明にするトレーニングはありますか？ああ、これはね、よく聞かれるイメージトレーニングみたいなことって話ですよね。はい。え、これはね、何回もやってみるしかないんですけど、おすすめね。おすすめは何かっていうと、頭の中で多分何か映像を見ます。で、例えばじゃあ、この本土の風景をさ、見るとするじゃないですか。で、見たら、こう、これを目に焼き付ける。で、目を閉じます。で、閉じて、その風景を想像してください。ありありと感じてください。ここにこんなのがあったな、こうだったな、このぐらいの距離感だったな、と。で、頭の中で、まぶたの裏にその絵を頭の中で描いてみて、で、もう一回開けて比べてください。そしたら、あ、ここの描写が足りなかったな、とか、あ、ここを自分はあんま考えてなかったな、とか、視界のこの辺はね、描けてなかったな、とかってことはわかるんですよ。はい。そしたら、もう一回目を閉じて、で、同じことをやって、目を開けるんです。こうすると、自分がありありと想像できる範囲ってのが、このぐらいの枠だなって見えてくるんですよ。で、これを徐々に広げていくってやり方をすると、結構イメージは鮮明にできるようになる。ちなみに、これやっていくとですね、記憶力も良くなります。はい。で、もっとおすすめは、記憶の宮殿、メモリーパレスってテクニックがあるんですけれども、このテクニックとこれを、組み合わせるということをやっていくと、よりですね、鮮明にイメージを作れるようになるので、おすすめですね。はい。